皆さん、こんにちは。東京渋谷学習センターで、ワーグナーの楽劇とドイツ近代を担当いたします、山崎太郎です。授業で扱うのは、ニーベルングの指輪、上演に4日、合計14時間以上を要するワーグナーの必須の大作を全8回、台本と音楽を中心に読み解いていきます。スカンジナビアやゲルマンの神話が元ネタになっておりまして、一つの世界の始まりから滅亡までを、長大な時間のスパンで描く、ファンタジーあふれる作品ですが、一方でそこには、ワーグナーが生きた19世紀近代社会の様相、お金に市場の価値を置く、資本主義の問題、富や権力をめぐる争い、といった現代の私たちの世界にも結びつく、普遍的なテーマが盛り込まれています。ワーグナーは、自ら台本を書いた文学者であり、革命に参加して故国を追われた行動の人でもありました。そうしたワーグナーの思想や時代背景にも触れながら、いろいろなアプローチが可能なこの作品の多義的な面白さを味わっていただければと思います。どうぞお楽しみに。皆様の参加をお待ちしております。